麦だよ。前回イフを倒してしまったが、場所はちゃんと記憶されてんね。デコの後だが、ちょっとどうしようね。いきなり飛んだな。イヤクレナイの砂漠で行けなかったところにと思って、トゲだらけで登れなかったところだな。まあ今はハイジャンプで登れるね。ここにトゲないし。じゃあ今回はここを探索か。マールーンの剣もあるし。なんか知ってそうだな。それも調べたから。それにもう終盤だし、自力でやってても上調にないしね。確かに同じところを何回も行くことになるだろうな。まあ自力だったとしてもカットしたろうから同じになる気もするけど、ここでのコメントが変わるだけだな。まあこの先にボスがいるはずだから、そいつを倒しに。そこでルーンが手に入るんだな。全部で13個あるらしいけど。ちなみに残りの場所は分かっているのか。まあそれも分かってるよ。とセーブポイント。はっ。まあここまでになら弱いかもしれんが、気をつけてな。すぐそこにセーブポイントあるから、そこまで気にしなくても。念のためだ。はっ。じゃあここも有効にしよう。これでほぼどこでも転移でいけそうだな。ただ氷のところは確か転移のはなかったと思うから、そこ以外かな。いや、まだ探索しきってないだろう。確かにそっちにある可能性はあるか。そこいつは石柱の。いろいろ混ざってそうだな。明らかにここ終盤にしか掘れないだろうし。都外犬来た。久しぶりだな。いい効果があるか。会心率だな。今だとこっちがいいか。攻撃のメインが武器ならな。いや、なんだろうっていうより黒だな。とこっちからじゃ無理か。下に降りて右からという感じだ。の方がいいね。はっ、ここから。あっさり出れた。とりあえず気を取り。手間ないるし。雑だな。ここまでこっちが強くなっちゃうと。まだまだいるな。やっぱりそこまでだな。さあまた右に進まないと。かなり気楽だな。そりゃまあね。こんな感じで一気に無視することもできるし。これが大きいか。やっぱりね。え、いや。偶然の訪問がちょうど入ったな。ほんと偶然。で、この先にボスがいるかな。そういうことか。あ、多分いるよ。確かにマップもこれ以上広がらなさそうだ。はい、いや、ということで落選。初見だろうから気をつけてな。それはあるけど。戦場もないから避けるの簡単。いいのかな。いや、それでも大したダメージじゃない。魔法もめっちゃ効く。それなんかちょっとずつ動けば。で、組み寄せられた。そういう感じで避けにくくなってるの。まあ、それでも大したことないし。一気に。それだけ強くなってしまう。そういうことか。じゃあ最後の一発。早かったな。消えてった。出るんじゃない。となるとこの先か。そこにあってくれないと。これは巨剣か。あ、ここだ。紅の砂漠に探索に来た時に見た。そして無事ルーンを出ると。これで11個だな。じゃあ残りを取りに行くか。いきなりここか。総神の宮殿のところ。確かこの上ぐらいに。あ、無理だ。じゃあもう一回。あ、こんなところがあったか。まさしくハイジャンプがないと来れないところだね。これかな。これで12個か。そういえば残り1つは。それもここなんだけど。
まだ行ってないところがあるのか。いや、というかボスが待ってんだよね。ライダーか。まあまずはボスのところに行ってから。じゃあここで。ここが始まりのゆりかごだ。最初の生命体の気配に満ちてる。さっき襲ってきたやつがまた来るかもしれない。気をつけよう。うん、もう思い通りにはさせない。ここは変わらない。ライネちゃん、準備はいい？儀式を始めたらもう中断できないぞ。ポイントはここで3つ入れること。ありがとう、ここまで付き合ってくれて。そういや、入れて終わりを迎えてなかったな。結界の儀式の波動がもう一つあるぞ。選ばれし器よ、待って。ここも見た気はするな。私はガイダー、お前を正しき運命に導こう。うわっ、やっぱりあいつだ。まあこの先から変わるから。素晴らしい、さすがあのお方がお認めになった適合者。我々はお前の行いすべてを胸に刻む。約束の時は来た。私の導きのもと、お前はついに完全なる存在となる。でも結局戦うのに。まあこれはこれで、目的はこのツケだから。じゃあここは加速で。すでに何回も見てるからな。主にやられてるところばっかりだったけど。さすがに今だと。やっぱりパターンを知ってる知らないですごく差が出るからね。とはいえそれなりに時間はかかるんだ。そりゃラスボスでもあるし。さっきのは三段ジャンプのおかげで楽にかわせる。そういや、そういうのもあってやりやすくなってる分もあるな。こっちの攻撃力とか防御力がすごく上がったわけじゃないし。もう少しだな。ちょっと回復魔法使いすぎな気もするけど。なんだその言い方。というか次に備えないといけないんだよ。となるとまた戦闘になるのか。前はここで終わる。じゃあこいつにとどめよう。不完全な器ながらここまでやるとは上出来だ。そして今ライネよ、その優位なる資格を証明してやれ。ライネ、お前は何を言ってるんだ。え、初めて見るやつだな。資格どころか、あれは記憶のないただの抜け殻よ。でも欠片を届けてくれて手間が省けたわ。すでに筋書きは決まっている。あのお方もお前の活躍を楽しみにしておられる。余計なことは言うな。そんなことわかってる。儀式にはもう少し時間が必要だ。ライネ気をつけて。サーカライネだ。青い髪のライネとは別物か。多分記憶水晶が3つあった理由がそれなんだと思う。というかいきなり食らったぞ。何回以外にやれる。とりあえず。回復させる。これで時間とか使わないと無理か。これを壊すのはいいな。その後が全く攻撃できないね。ここ危ない。さっきの輪後ろが取ればな。これもある程度距離があればだけど。ここで近づく。見事にかわされたな。全然近づけない。攻撃を避けるだけならなんとかなりそうだな。問題はどうやって近づくかか。変に空中で飛び越すのも難しそうだ。はい、だね。はい、今うまく入れたな。逃げたくてだと言っちゃってるけど。よし、はい、ようやく久しぶりに入れたな。とにかく近づかないと。いや、少しコツを掴んできた。安いことには変わりないけど。
これなんか本当は交わしたいところ。ちょっとずつ分かってきたよ。後アカライト本体に判定はないみたいな。ここも。しかし本当に時間がかかるな。まあ今回はいかにパターンを理解するかだから。まあ確かにしょうがないか。さすがにこれまで2体に勝つってわけにはいかないだろうし。でもできるだけ減らす。追い込まれたな。回復魔法も決めたか。ここではアイテムを節約。まあそれでだね。ほんと避けるだけならな。全然避けないな。そこだね。魔法もいます。そうやるんだな。実はこいつが持ってるんだよ。そういうことか。だけどこれじゃきつい。少し強くしてくるかな。またいきなり飛んだな。そんなはずない。そんなはずはないのじゃ。そんな、まさか。そんなはずは。おい、じいさん、どうしたんだ。その目はどうしたんですか。魂の海。海で何を見たというのじゃ。あんなに輝く魂が、眠る魂が、あそこじゃ。わしは見えた。わしは見えてない。見えてないぞ。愚かな魂は魂の海に封じられ、永遠に眠るだろう。愚かな魂は魂の海に封じられ、永遠に眠るだろう。もう何の言葉も届かないな。どうして急にこんな様子に。彼は一体何を見てしまったの。まさかこれを見に来たのか。愚かな魂は。いや、このイベント進めると回復魔法の栄章が短くなるアフターイメージがもらえるんだよ。それが狙いか。ということで次の場面。愚か。田園に戻っているので。肉体の束縛を超えてこそ兄弟で自由な存在となれるだろう。肉体の束縛を超えてこそ兄弟で自由な存在となれるだろう。痛め。わしを惑わす気か。完璧な方法があるはずじゃ。わしを騙そうなぞ100年が早いぞ。これで終わりか。終わりじゃないんだけど、これだと次がよくわからないよね。はっ。ここは水下の心か。いや、そして三段ジャンプを取ったところだね。それでここにいる。何してるんだ。完璧な真に完璧。うわ、この抜け殻喋ってる。怖っ。待って、なんだか見覚えがあるわ。もしかしてイーサンさん。やっと答えを見つけた。もう怖くない。消えない。死なない。お前らに収穫されない。永遠に存在するんじゃ。自分の世界で永遠に。恐ろしい。人間はなんて恐ろしいんだ、ライネちゃん。魔法で自分の肉体を石牢にして自ら魂を閉じ込めたなんて。こうすれば魂は根脈に戻ることも、体を失った魂のように消えることもないけど、彼は何を恐れているの。恐怖がこんな形で生きていくことを選んだのか。屍の石牢で魂が散るのを防げたとしても、こんな形で流らえて本当に生きていると言えるの。これでこのミッションは終わりか。目的のアフターイメージも手に入れたし、じゃあ他にも強くなる要素を探しに行こう。ここは導水局。
前は行くの諦めたけど、今なら行けそうか。というかその先に新鮮の種があるから、それを回収か。ちょっと時間かかるから加速するね。蓋が降りてきたな。前の三段ジャンプもあるから。ここまでか。やっぱ精神的に余裕があると違うな。そういうことだ。あっちここで行けなかったところに。ここか。三段ジャンプだろうな。というかなかなか大変そうだな。右のところもね。これだか。で今度は右に。まだ続きそうだな。でももうちょっと。狙いはあのアフターイメージか。で、タイミングがな。はい、よし。これは盾か。あともう一つ新鮮の種が分かってるから、それを取りに行こう。ここは怪人の谷だな。ボスの手前のところね。手を抜けずに上がっちゃったけど。まずは敵を片付けて。レベルも上がったか。今更感はあるけどね。さてこれで種は分かってる分取ったけど、あとはどうするんだ。妖精のところに家のないか見てこよう。あ、さて妖精のところにやってきた。いや、なーに、すみません。テンプポイントしかないぞ。なんか追加されるらしいんだよ。なーに、すみません。ほら、これなんて良さそう。他のはどうなんだ。雨しずくが降るか。これは金貨用か。まあ、取っとこう。これでまた追加されるのか。なーに、すみません。増えたね。この辺も雨しずく関連だな。多分今の装備より強くなるっていうより稼ぎようだね。全体的にそんな感じだな。じゃあこれで最終決戦に挑もう。ここからか。資格どころか。でもすでよきし。まあライダーはいいでしょう。じゃあ頑張るぞ。さっき購入したものは装備したのか。ちゃんと装備してるよ。あと片付けも刀剣に変えた。なんでだ。リアからね、倒してもある程度これで火力出してたから。弾とか移動するセットか。全然減り方が違うでしょう。この辺もうまくさばいてた。実際のところがカットしてるところも何回か戦ったからね。その効果か。というかめちゃくちゃ何回もやってるけど。完全に全員に掴んでるな。さすがにノーダメージを受けにはいかないけど。なんだかんだもう半分か。もうそろそろ強化が来る。でこれはなんかすごい攻撃が来たわ。衝撃が飛ばした後の斬撃。あれは対処できたのか。最後ジャンプすればいいだけだろうけど。はい、あっ、出てくるものではないか。それが一番ですかね。確かにそんな感じだな。ただ効果が入ってそれぞれの攻撃の持続が長くなってるな。そこはあるよね。出てくる。またかわせなかったか。はい、まあ回復魔法の速度を上げるからここまで待てなくてもいいけど。なんかやれそうだ。ちょっと装剣に首つけたよ。手動けない。かなりヤバそうな攻撃だ。でも耐えれたからそれいけるでしょう。いけそうだな。ここであるそこは。また来る。ここはかわしたか。さあ最後だ。どうやらアロスに甘やかされていたわけじゃなさそうね。ライネー無駄よ。あなたはただの偽物なんだから。約束の時は来た。
今こそ完全なる存在に戻るがいい。ようやく完全な私になれるわ。終わりじゃないのか。とりあえずルーンは集まったけど、ここは？ライネ、目が覚めたのか。彼女の魂領域だ。結界に使っていたかけらは彼女に吸収された。その通り。今度はあなたの番よ。生きた魂を吸収するのは楽しいわ。かくれんぼしか脳のないあいつみたいにね。出会い神の子。お前、なぜ。そう、あなたの言うかくれんぼしか脳のない抜け殻よ。やはり早すぎたか。邪魔をするな。私と融合したのにまだ足りない。どれだけ強くなりたいの。これからいくつ命を犠牲にする気。私はあなたで、彼女だってあなたよ。なぜ自分を傷つけるの。なぜ支え合って世界と向き合えないの。支え合う。バカ言わないで。私が一番無力だった時、あなたたちはどこにいた。私たちの力は分割されていない。一生懸命努力して成長すれば、こんな方法じゃなくても自分を守ることはできるのよ。努力ね。笑わせないで。平和に生きてきた奴に、恐怖に怯えながら生きる私の気持ちなんて分かりっこない。外のあのイカれた奴にどれくらい時間をくれるのか聞いてみたらどう。この力は、こんな世界じゃむしろ呪いよ。死んでも逃れられないこの恐怖は、あなたたちのような偽物にはわからないわ。偽物？分裂する前のライネは本当に今のあなたと同じだった。今のあなたは欲望に支配されたただの獣よ。真の偽物はあなたの方よ。黙れ。私は偽物なんかじゃない。妖精さん、今です。私と彼女の魂の共鳴を調律してください。君と共鳴？忘れないで。私だって欠片の一つ、結界を張れるわ。早く、もう時間がない。共に調和を奏でよ。できた。所詮時間稼ぎね。あなたたちはいずれ私の一部になる。それにあなた、自分の魂を燃やして彼女を助けたところで何の意味があるの。私は全ての私を助けたい。あなたも含めてね。ライネ、どうかあなたの力の全てを私に貸して。私がついてる。一緒に行きましょう。恐怖と苦しみとはお別れよ。少なくとも私は選べた。最後に、自分がなりたいライネを守ることを。うん。で、これで。スタッツフロールが流れたか。ちょっとよくわからないけど。これでエンディングだな。とりあえずスタッフロール付きを見れた。そうだな。もし私にも最初から妖精がそばにいてくれたら、未来は違ったのかな。またスタート画面に戻りそうだ。そうなるだろうね。でどうする。でこの後だよね。まあ、2イメージはここで終わろうと思う。この後続けても他の人がやってるエンディングシーンになるだけだし。確かにそうなりそうだな。ふう、まさかここまで時間がかかるとは思わなかったけど。すごいボリュームだったな。これでも全然アイテムとか取れてないんだろうし。そこを目指すか。いやいや。まあいいが。じゃあ終わろうか。そうするか。ではここまでご視聴いただき、
ありがとうございました。じゃあまた別の動画で。